2016年5月28日、中国版ツイッター、ウェイボーで、トヨタが最近発表した立ち上がる6輪車椅子について紹介する投稿があった。トヨタは、最近、セグウェイの創始者が創設した会社と共同設計した6輪電動車椅子を発表した。これは、2輪のみで走行することも可能で、そうすることで健常者と同じ目線で会話を楽しめるという。また、複雑な地形や階段でも、他の人の助けなしに走行できる。これに対して、中国のネットユーザーから、様々なコメントが寄せられた。日本に来て初めて、視覚障害者でも一人で外出できると知った。確かに、日本では、障害者を街で見かけ、中国ではありえない光景だ。とても心が温まる製品ですね。平等や愛はスローガンだけではないということだ。日本は障害者のための設備が非常によく整っている。日本に行ったことのある人で日本を悪く言う人は基本的にいない。日本は完璧にかなり近い国だな。これこそ真の平等な社会だ。これに乗ってみたいが。でも値段が高そうだな。車椅子に乗ったことのない人にはわからないだろうが、車椅子のあの目線の低さはなかなか受け入れられない。